深川市桜山公園は北海道深川市一安町にある公園である。深川市より管理住宅している深川新高校舎が運営している。桜の名所である、自然公園である。園内には桜が約770本あり、見頃の5月上旬5月中旬には花見客で賑わう。開花時期の5月上旬には市民桜祭りが毎年開催されている。 また、蒸気機関車が2両生態保存されている。2001年4月1日に、深川市桜山公園条例が施行され、東公園が開園した。東公園の開園前は、桜山遊園地であったが、施設老朽化のため2000年10月15日に閉園している。さらに、桜山遊園地の開園前は、桜山レジャーランド及び、 桜山温泉パラダイスであり、桜山レジャーランドは施設老朽化により、閉園、桜山温泉パラダイスは民間へ売却されている。郵便番号074-0028北海道、深川市一安町は一地安1863番地爽やか、トイレ、パワーアップロード、パークゴルフ場、バリアフリー設備など。生態保存されている。 C5898 東公園の周りは森に囲まれており、西側に深川カントリークラブが隣接している。以下の作品にて、桜山レジャーランド時代の施設が登場した。ありがとうございます。